田君は24歳、うん、仕事してんの？そうですね、会社員やってます。会社員やってて、はい、それで結構こうバラエティーとか見たりとかして、うん、はい、この芸人のたとえツッコミ憧れてる。やっぱりどうしてもそのうまいこと言いたがりなところがあって、うん、はい、うん、フットボールアワーの後藤さんとか。後藤さんすごいもんね。なんか高低差ありすぎて右キーンってなるわ、ああいうの見て、うん、かつ後藤さんそう言った後、うん、ドヤ顔されるじゃないですか。それ含めてなんかこう僕もバシッて言って、うん、ドヤ顔したいなっていう。あ、決めて笑い取って、うん、っていうことね。で、あの春日だったらいい勝負ができると思いますっていうのは、うん、春日にあんま例えツッコミのイメージがなかった。やっぱり普段されてないのでもしかしたらちょっといい勝負ができるんじゃないかな、うんうん、これはでも面白いですね。ああ、そうね、普段やらないだけで、うんうん、できないってことじゃないからね、うんうん、ああ、だからまあリングに上がったらさ、こっちもだってね。ああ、やる。無理やりこのなんか引き、なんかね。例え、今のは例えね。例えよ、もう始まってるから、ね、バラエティの現場をリングって言っただけ。そうそうそう、リングにね、勝ってこいっつってね、上げられんだったらこっちも、ああ、じゃあやってやろうじゃないか。そう、セメントだぞと、逆にね。ああ、はい、これはもうガチンコで行くぞと。ああ、プロレスで言うと、うん。いう感じになってますよ。やるっていうことですよね。やってやろうじゃねえかっていうね。なるほど。どうやってやりますか、でも。今日はですね、うん、春日さんとそれか山田さんそれぞれ一度入場口から外に出ていただいて、うん、その間にこちらで状況をセッティングしますので、うん、扉を開けてその状況たとえツッコミ一言 お願いしたいと思います。じゃあ一つの状況が一人突っ込んでその後違う状況でまたやるということですね。わ、はい、かりました。じゃあ山田君のたとえツッコミから見てみようか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。なんかちょっと準備ができたらお呼びしますので、うん、あ、で、ここで何か、はい、何か、じゃあまあ、まあ全員いないっていうのでやってみようか。じゃあみんな、うん、こっち、じゃあみんなこっち。では山田くんお願いします。なるほど。いやいや、こんな誰もいないスタジオで一人って古畑任三郎のオープニングか。はーい。あー、いいんじゃないですか。あ、古畑任三郎の、うん、あの最初の最初の、はい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 、これ春日さん、うん、いいんじゃないですか、ね、これ春日さんだったらなんて突っ込んでました、うん、今の状況だったら。それは別に良くない。それは別に、それは別にさ、良くいいじゃん。確かに。それはだって同じ状況じゃない、ね。それは別に問題じゃないけど。いや、すごい。まあまあいい、なんかこの戦う対戦相手として、まあふさわしいなという。あ、そうか。じゃあ次春日さん行ってみましょうか。はいはいはい。また変わるわけですね。また状況変わります。状況がね。はいはいはい。じゃあな。これはもう後ろ向いてるだけでやってみましょうか。こういう、これなんて、これはどうなんのかなと。じゃあ春日さんお入りください。はい。いや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 、銀行のあの、ま銀行の受付ってか。よし。